今回は五行の回、51回目からの周回の仕方、効率のいい周回の仕方をやっていきます。はい、どうも英語です。なんとか風邪ひかないっていうけど引いてしまいました。ありがとうございます。風邪さんありがとう。バカじゃなかった。なんとかじゃなかったです。はい、まああれですけど、五行来ましたね。五行待ってましたよ。槍の位置側でやりたいから、プレートメールがすごい欲しいのね。で、五行の回ってさ、51回目から報酬がないから、すごい辛いじゃん。ね、まあ昔はね、ちょっと効率悪いやり方して、クエスト1000回とかやってたけど、今はもうね、ちょっと手抜いて、まあ、ね、こういうやり方もあるんだよ、みたいな。まあ知ってる人もいると思うんだけどね。まあ今ね、クラマスで、クランスキルも使い放題なんで、まあ、ドロップしやすい感じにはなってますね。まあ、やり方は、一番上のパピーを倒して、銀箱が出なかったら逃げるっていう。ただそれだけのやつです。まあ大体ね、1時間、2個から6個。まあ10分に1個出れば調子いいかなぐらい。からの銀箱が出たとしても、プレートメールが出るとは限らないので、まあ、ね、まあ全体的に500周ぐらいはするようなのかなって思ってます。でもね、51周目から、なんか全体攻撃で倒して、行くのもさ、いちいちなんつうのクエストを受けるのがめんどくさいじゃん。ね、周回できるような仕様ではないからさ、こういう風な感じで当たり判定をね、探し出してやっていくのが一番効率がいいのかなと思ってます。今一応ね、スキレレアップ期間中ではあるんだけど、おそらく正月年末あたりに10倍スキレレアップ期間がやってくるかもしれないので、それまでちょっとね、スキレレ自体をまあ2ぐらいに抑えておいて、まあ10倍になったら全部つぎ込むってなると、やっぱりね、上下30個ずつ、まあできれば50個ずつ欲しいなと思ってるけど、まあちょっと厳しいだろうな。まあとりあえず30個ずつを目指していこうかなと思います。まあプレートメールね、槍の H ガデがね、この先まあ活用できるかどうかちょっとわからないんだけど、まあとりあえずね、やれることをやっていけば、まあそのうち報われる、まあゲームだからね、基礎さえできてればまあなんとかなるような感じ。アシュラとかそうでしょ。バフ込みで体力はね、40万以上、45万以上だっけ、まあエンドコンテンツの方ね、まあ確かそんぐらい必要だったと思うから、まあそんぐらいまでできれば、まあ一応ガーディアンとしては役に立てるかなっていう感じはするね。そういえば、いつだっけな、1週間ぐらい先週ぐらいかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、あんまり興味ないからさ、そう、合成スキレラップ期間、やっぱり先週だね、先週ぐらいに合成してて、城下町で合成して、疲れたなと思ってエリアチャットフラッと見てみたら、俺の名前があったのね。なんかね、エゴってやばいらしいじゃん、 YouTube にすぐ探すらしいじゃんとか言って、エリアチャットで、お、公開処刑だと思って思わず話しかけたよね。もうね、誰だったか覚えてないんだけど、まあちょいちょいね、覚えてるのは、今見たけどつまんなかったよぐらいのことをね、なんか言われたんだけど、まあつまんない動画だからね、しょうがないよね。まあとりあえずね、わざわざ見てくれてありがとうって返して、あと何だったかちょっと忘れちゃったな。誰だったかも忘れちゃったもんね。
まあね、僕の動画は収支が全くないから、ただ動画を上げてる人だからさ、うん、他のまあログレス YouTuber さんはね、動画の最後にねログレスの CM を流してて、うん、多分そういうね人はね、まあ俺のね勝手な思い込みかもしれないんだけど、ログレスさんからキックバックいくらかもらってると思うんだよ。で YouTube からももらってると思うんだよ、うん、でそういうことをねログレスのまあね収支があるかもしれないってなるとさ、やっぱり下手なことって言えないじゃん、うん、で俺何にもないから言えるんだよね、うん、ただそれだけの差だよね。でもね、僕は初期の頃からやっててさ、課金して撃沈して辞めてった人たちとか、あとね生活水準がすごい高くてさ、ねログレスに1000万課金した人、そんな人たちもこのログレスを捨てちゃうだよね、うん、まあね財産に残んないからね、課金してもすぐ、まあね旗とかアレキサンダーネイウスぐらいだったらまだね遊べるけど、先進とかさ昔のね女神とかさ、もうオワコンでしょ、うん、財産として残らないわけ。そうなるとね、やっぱりねあぶく銭あたりで、うん、課金しないと厳しいよね、うん、まあ中には生活費を削ってログレスに当ててる人もまあ何人か見てきてるけど、うん、そこまでしなくていいんじゃないのっていう、まあそういう、まあ、警告みたいなのも、うん、含めて俺は悪者をやってます。うん、まあそういうのもあってね、未だにログレスに課金してる人ってさ、もしかしてログレスの上なのかなみたいな、もしくは関係者なのか、うん、一時期CM やってた頃に、まあそのね関係者とかに、うん、石付きのキャラをあげたみたいなさね、まあ俺の勝手な思い込みだし、まあ噂に流れてる都市伝説なんだけどさ、うん、俺の周りではそういう噂は流れてる、うん、だからねそういうこともあるのかなっていうさ、うん、だってさログレスに月、まあ、10万ね課金投資者として、うん、ね月にね10万課金してで持ってた武器がゴミになるっていうさ、そういうスパイラルなんじゃん、うん、そうやったら別なのに投資した方がいいよねってなるよね。ね、ちょっと頭使えばわかるじゃん。うん。だそういうの考えるとさ、うん、なんかね、そういう、まあ、裏読みとかしちゃうよね。まあ、こういう動画上げてるとね、偉そうな人が嫌ならやめろよって言ってくるんだけど、うん、じゃあ、嫌なら俺と絡むなって話だよね。NG でもしといてくれよ。うん。ね、俺はログレス、まあなんだかんだ好きだからね。はい、それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。